はいどうも、ホルモン島田チャンネルのうっちゃ島田です。12月といえばクリスマス、クリスマスといえばフライドチキン。日本では七面鳥よりフライドチキンですよね。今日は市販のフライドチキンを食べ比べて自分好みのフライドチキンを作ります。それでは早速やっていきましょう。今日は近場にあるファーストフードのお店を回ってフライドチキンを買ってきました。そろそろクリスマスが近づいてくるとコンビニやスーパー、街の至るところでフライドチキン戦争が始まりますね。今日買ってきたのはモス、ケンタッキー、マックです。フライドチキンという名称ではないですが、チキンを揚げた商品があったので買ってきました。今日はいろいろなフライドチキンを食べてみて自分好みのフライドチキンを作ります。それぞれ出してみましょう。まずはモスです。これはモスチキンです。次はケンタッキーです。オリジナルチキンです。次はマックです。シャカシャカチキンです。ここで疑問に思う人もいると思いますが、唐揚げとフライドチキンの違いは何でしょうか？大きな違いは鶏肉に下味をつけて揚げるのが唐揚げで、衣にスパイスなどで味をつけて揚げるのがフライドチキンです。実際のところ衣に味をつけた唐揚げもあるし、鶏肉に下味をつけたフライドチキンもあります。唐揚げを英語でフライドチキンです。違うといえば違うし、同じといえば同じですね。洋風と和風といったイメージの違いもありそうです。パッと見の第一印象でケンタッキーの衣は結構しっとり系ですね。モスとマックは見るからにカリッとしています。マックは少し特殊で網目状になっていますね。モスはザクザク、ケンタッキーはしっとり、マックはカリカリって感じです。重さを測ってみましょう。モスチキンです。骨付きですね。 104g。 次はケンタッキーです。これはリブですかね。 155g。 次はマックです。不思議な衣ですね。こっちの面は網目状で、逆面は縦の線が入っています。 80g です。ちなみに値段はモスが280円、ケンタッキーが260円、マックが170円です。骨があったりして包丁でのカットは難しいので手で半分に割っています。まずはモスです。骨がついていて形的に鶏ももかなと思いましたが、これは鶏胸っぽいですね。次はケンタッキーです。身がしっとりとしています。次はマックです。これはどこの部位ですかね。かなりほぐれるような質感です。それぞれ食べてみましょう。モスは肉にもしっかりと塩気がありますね。衣はかなりカリッとしていて、肉は胸肉っぽく少しパサついています。骨は一箇所だけで身の部分にはありません。醤油ベースな和を感じる味わいです。次はケンタッキーです。この衣のスパイシーな味付けは唯一無二ですね。ケンタッキーが人気な理由がわかります。衣はしっとりジューシーで脂っこくも感じます。身はみずみずしくほぐれるような柔らかさです。次はマックです。これもカリッとしていてオニオンっぽい香りが強いですね。やっぱり形成肉っぽくも感じますが、どうなんですかね。肉自体はさっぱりとした感じです。マックはスパイスが付属できるので、今回はレッドペッパースパイスをかけています。ピリッとスパイシーになってまた印象が変わりますね。後掛けのスパイスもいいですね。いろいろ食べ比べてみて味の方向性と衣の好みなど分かりました。ということで今日は丸鶏一匹使って自家製フライドチキンを作りましょう。まずはスーパーで買ってきた丸鶏のももと手羽先を分けます。ガラと胸部分を剥がします。胸部分を半分にカットします。もも部分は関節で2つに分けます。次にボウルに卵、牛乳を入れてよく混ぜ合わせます。次にボウルに塩、タイム、バジル、オレガノ、セロリシード、ブラックペッパー、パプリカ、マスタードパウダー、ガーリック、ジンジャー、うまみ調味料、ホワイトペッパーを加えてよく混ぜ合わせます。先ほどの牛乳にスパイスを加えます。そこに鶏肉を入れて1時間冷蔵庫で漬け込みます。こうすることで肉も柔らかくなります。ボウルに小麦粉を入れて、そこに作ったスパイスを入れてよく混ぜます。寝かせた鶏肉を冷蔵庫から取り出して衣をつけます。一度衣をつけたら再度牛乳につけてもう一度衣をつけます。こうすることでよりカリッと厚めの衣がつきます。あとは油で揚げていきます。二度漬けした衣がいい感じにカリッと分厚く揚がっています。見るからにカリッと系の衣は完全に好みです。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はペルーのクリスタルを飲んでみましょう。ペルー最大の醸造所バッカス&ジョンストンが作るペルーの定番ビールの一つです。日本にいるとあまりペルーといって思い浮かぶビールってないですよね。ペルー料理屋行ってもどちらかといえばついついインカコーラを飲んじゃいます。味はトウモロコシのような
甘さを感じます。日本の発泡酒っぽいかなりスッキリとした飲み応えです。ごくごく暑い時期に水代わりで飲みたいですね。それでは俺のフライドチキンいただきます。衣はカリッと厚めのボリューミーなタイプで、肉は牛乳に漬け込むことで柔らかジューシーです。肉自体にも味がついていて、衣の複雑なスパイシーさがさっぱりとしたビールとよく合います。フライドチキンは衣が大事ですね。衣を食べたいからフライドチキンを食べてると言っても過言ではありません。1羽丸ごと使うことで好きな部位が楽しめるのも嬉しいですね。まだまだフライドチキンの研究は続きそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。フライドチキンいかがでしたか？得意料理フライドチキンと言えるように今後も研究します。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。